さあ、ここからの時間は毎月1週目担当、アクア先生によるアクアロックス。さあ、今夜の授業タイトルは来ました。ジャカジャンパーティー。いや、嬉しいね。本当に楽しみだね、これはね。めっちゃ好きなの、俺。ジャカジャンめっちゃ好きなの。前から言っていい。先月から始まってんだけど、このジャカジャンスタイルね。はい。アクアロックス掲示板に届いた書き込みをね、一人でも多く紹介するためにできたこの授業なんですけども、うん、今月初めて聞く生徒も、今回の授業を聞けば大丈夫とのことですよ。アクアロックス。皆さんこんばんは。3日目の登校、スクールオブロックのスクールアイドルの講師、ラブライブサンシャイン桜内梨子役の相田梨花子と、国木田花丸役の高槻かな子です。スクールロック Ladies and gentlemen, boys and girls, Aqua Rocks Starring Aqua。本日の授業ですが、こちらをお届けしたいと思います。こちら、それじゃあね、早速黒板に書いていきたいと思います。リカ子が書いてくれるんだ。よろしくね。ほい、任せて。ほう、ほう。あー、え、なに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 、あーって何、なに、間違えた。間違えた。こんな音が聞こえましたけど。はい、はい、ということで、それでは黒板を読み上げます。せーの、ジャカジャーン。ジャカジャーンのヤーをね、ひらがなみたいになってる。ひらがなにしちゃって、ちょっと恥ずかしいかも。それもそれで可愛いけど。はい、先月からレギュラー授業となったこのジャカジャーンスタイルですけれども、知らなかった。そうなんだ。アクアロックス掲示板に届いた書き込みを一人でも多く紹介するために、ジャカジャーンスタイルで紹介していきたいと思います。まあね、初めて聞いた人はね、ジャカジャンスタイルってなんだよって思ってると思うんですけど、うん、まあ大丈夫です。わかりやすいです。そのまま聞いといてください。はい、それじゃあ行ってみめ、ね、行ってみたいと思います。まずは、自分はいろいろな漫画を集めるのが趣味なのですが、うん、2人のおすすめの漫画を教えてください、うん、という、大分県15歳男の子、ラジオネーム B ちゃん用の書き込み。漫画ね、うん、漫画好きだよね、結構お互い。漫画好き、結構、そうだね、読んでるね。何好き？私ね、最近、悠々白書読んでる。悠々白書、私まだ読んだことないんだよね。あ、なんか昔のその名作系を読もうかなと思って。うんうん、ハンターハンター読んでたよね。ハンターハンター大好き。だよね、いや、私も大好き、ハンターハンター。誰が好き？え、ひそか。ひそかな、ひそかなの？なかなか。私ね、戦慄。うん、あの顔が多分、癒し系でしょ、戦慄。ね。じゃじゃじゃん。ちょっと。あったあったな。まさか、まさかのちょっと。はい。そうね、じゃあ。人選がすごかった。ああ、でも、他少女漫画とかは読む？あ、少女漫画私あんま読まないんだよね。読まなそうだよね。うん。そう、私のおすすめはね、おすすめは何？私は、でもとにかくジャンプ、あの、少年漫画好きで、うんうんうん、あと、そうだな、ヒロアカとかも好きだもんね。ヒロアカとか、銀魂も好きだし、だね、少女漫画だったら、ナナとか。あ、読んだ読んだ読んでた読んでた読んでた。漫画大好きですよ。漫画ね、いろんな漫画読んでほしいね。ね、読んでほしい、うん、おすすめあったら私たちも教えてほしいよね。そうだね、確かに教えてほしいかも、ね、ぜひぜひ。お願いします。続きまして、自分、今年度から上京し一人暮らしを始めました。家事に掃除や料理、周りに慣れることなどとても大変です。そこでなんですけれども、うん、お二人は上京してきて驚いたことはありますか？梨花子先生は東京出身らしいので、社会に出て驚いたことを聞かせてくれたら嬉しいです。ちなみに自分はど田舎出身なので、高層ビルの高さに腰を抜かしました、という、茨城県19歳男の子、ラジオネーム藍住町の哲也の書き込み。そうですね、まあ、私社会に出てっていうか、あの、外に出て、まあ、そうですね、あの LA に住んでたんですよ、小さい頃。あ、そうだよね。で、あの、小学生の時日本に帰ってきて、うん、あの、学校の中で上履きに履き替えるっていうのが意味わからなくて、そっか、靴でどかどか入ってって、どこでも土足だもんね、怒られたりとか、うん、ランドセル忘れて学校行ったりとか、なんか、あ、なんか厳しいな、いろいろ厳しいな。ジャパンは厳しいねって伝えたんだけど、ジャカジャン。
社会っていうか、そうですね。うん、かなこなんかある？ああ、うん、私も、まあ、関西、神戸出身で、うん、東京一人でね、19歳の時にふらっと出てきたんだけど、そうね、まあ、炊飯器はしっかり、うん、洗いましょう。どういうこと？腐らした？腐らしたの？いや、炊飯器はしっかり洗わないと大変なことになりますよ。どうなっちゃったのかな。もう次行きよ、次気に次に気になるわ。それだけ気をつけてね。おー、勉強になるわ、うん、はい、じゃあ続いて私の学校は自転車で約30分のところにあり、うん、坂道もあります、うんうん、行くときは平気なのですが、帰り道で足が痛くなってしまいます、うん、なので足の筋トレをしようと思ったのですが、家でできるような筋トレって何かありますか、うん、という北海道15歳女の子ラジオネームモガニの書き込み。でもさ、もうさ、これが筋トレじゃない？そうだよね、これが筋トレだと思った、ね、私も。だから家で足の筋トレやったらなんかすごいゴリゴリになっちゃうじゃない？ね、まあでも強いて言うなら、うん、あの歯磨く時とかに あのそういう何もしてない時にかかとをこう上げるやつやない？私それずっと昔からやってた。どう？聞いてる？聞いてない。ああ、聞いてません。聞いてると信じてる。私の足どうですか皆さん、ちょっと、うん、聞いてないかもね。最後ちょっと聞かなかったことにしよう。でも筋トレで、でも下半身の筋トレってさ難しくない？いや難しい。だから私もジム行った時とかは、うん、逆その自転車のマシーンに乗ってるから、やっぱ下半身の筋トレしたら自転車だよね。うん、なんか走るより女の子はなんか膝の負担が少ないから、その自転車の方がいいって言われたから、多分これで、うん、いけてると思うよ、ね、しかもさ、だって学校行く時ってことは毎日、うん、ほぼ毎日やってるってことでしょ、ね、すごい ね、 なんか家ではしなくていいと思うよ。そう、こういう漫画あるじゃん、だって最近流行りのさ、ねね、うん、弱虫ペダルみたいな。この子は違う、違う、部活じゃないから、そのまま部活入れるんじゃない、このまま行けば、ね、もうずっと漕ぎっぱなしじゃん、うん、ね、北海道から秋葉原まで行きましょう。やっぱちょっと無理だ。無理かな。はい、はい。ジャケジャンスタイルはね、こういう感じでどんどん書き込みを紹介できるからいいね。いいね、いいね。はい、まだいきますよ。テンポがいい。うん、続きまして。私は高校1年生になり、弦楽器部に入りました。そしてチェロを担当することになりましたが、お二人はもし部活を今やるとしたら何をやってみたいですか、という長野県15歳女の子ラジオネームダニキの書き込み。あ、なんかチェロって、あ、チェロね、でっかいってやつ、ね、チェロね、あるあるある、うん、部活か。私ね、でもバレーボール部に入ってた、うん、あ、本当？一応背高いもんね。一応ね、一応ね、ボール披露しかしてない。じゃあほぼやってないな、それは。私は吹奏楽部めっちゃめちゃ憧れてたよ。いいよね。でも朝練が大体あるのでね、嫌だったからやめた。分かる、みんな早かったもん。そうそう、吹奏楽の子な、何か私はね、うん、演劇部入ってみたい。あ、演劇部いいよね。今のね、仕事的にもつながるから ね、 ね、 ね、そうだよね。じゃがじゃん、うん、綺麗になった、また、はい、そっか。演劇部ってでもあった？いや、わかんない、なかったかもしんない。いや、私も見たことないんだよね。ね、記憶ないけどね。記憶ないけど青春だなって思う、見てて楽しそう。なんかいろいろ、まあ、なんか割と自分でたちで作っていくスタイルだもんね、そういう。そうだね、文化系っていうの。そう、まあでもなんか養成所、声優のその養成所通ってた時に演劇部みたいなことしてたんだけど、うん、あ、まあ、そっか、そっか、そう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 、楽しかったから、うん、でもできることならなんか部活3つぐらいやりたいな、うん、1個も1個できてなかったのに。部活だけやりたい。今小さく燃えてる、まだ小さな炎が一つになれば奇跡が生まれ、この世界はいつも諦めない、心に答えじゃなく道を探す手がかりを。
ーでマイマイトゥナイトです。さてアクアロックスでは生徒の皆さんからのメッセージを待っております。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK です。ということで本日の授業はここまで。スクールアイドルの講師アクアの相田理香子と高槻かな子でした。一つにってことは、うん、なんだ同時に流すとか そういうこと同時に流すとかそんな分かんなくないですか。そうなっちゃうとどういうことなんだね。どういうこと リミックスってこと。リミックス、あ曲も一つにってこと。なんだろうね。なんだろう。でもなんか曲が流れることは間違いないと思いますけどね。うん、うん、明日ね。はい、ちょっとやっぱジャカジャンいいね。ジャカジャンってやっぱ言っちゃうし、ね、すごいやっぱ好きだから楽しい気持ちなの。はい、でもやっぱねあれ多分ミスキンでしょ、うん、ミスキンやっぱ炊飯器かな全然ね。炊飯器、うん、多分あれ洗ってないって。いやいや洗ってなくて、あーまあね、多分なんか言えないけど、ね、そういう菌みたいなやつが生えちゃったとかってことでしょ多分。濁してたけど、まあ、なんかそんな感じはしましたけどね。きったね。やめなさいよ、やめなさいよ。マジで汚ねえじゃん。今はそんなことないからきっと。いやだねー、やめて、切ったねっていうのやめて。俺向こう4ヶ月はミスキンって炊飯器洗わない人なんだっていう。やめて、そういう目で見ないで。先入観で聞いてくからね。やめて、生徒のみんなやめてくれ。明日以降もずっと頼むぞみんな、みんなが頼むぞ。炊飯器はまあ気をつけろってことだこれね。そうね、それ注意点だから、ね、ミスキンがそれ体を張って教えてくれたわけだから。ありがとうございます。赤先生はもちろん明日も投稿。